今盆栽奥様がね桜の剪定をねしてお願いした持ってきたんですけどね、あ今これちょうど今ちょっと間にちょっとのこの間にちょっと今講習します。はいはい。この桜の木はどっから切ればいいんですか。はい、これはやっぱりねこのここですよ。これこれいずれ落ちるから、はい、黙っててもこれポロッと落ちるんだけど、はい、時間かかってこれここに種がついてきてる。もうあ、はい、これが全部ねさくらんぼになるの。あ、はい、棒ってこんな大きいんでなくてね小さい、こんな実がつくんですこの桜ね、はい、それつけると新しい葉が出づらいの。それでとりあえずこれでいいです、はい、こういう風になってきたのね。これもちろんここで取ってもいいんだよ。これこの種さえつけなきゃいいんだから、はい、こうやってね。だけど、はい、これいつまでもついてて見苦しいんで、はい、こういう感じです。そっからもういいのいいの。そしたらもうこれ出てるでしょ。花早く終わったやつはもう出てるでしょ、はい、これねいつまでも花ついてたやつはまだ遅いのね、はい、だから早く取って実を取ると早く葉っぱ出るんで、はい、そういう風にしてやるんで、これもねやるんですけどね、ちょっと待ってください。これ今ね、はい、なんとなくこの木こう全体的にこの辺でまとまってるでしょ、はい、そうするとここなんとなく跳ねてるでしょ。この枝がポンと出てるでしょこっちね、はいはい、これ今一応玉のように作っている桜なんだ、はい、それでね去年おととしここで切ったの、はい、去年ここで切ったの、はい、そうするとこれ去年こんだけ出てこれに花がついたわけでしょ、はい、これ黙っておくとまた伸びちゃうから、はい、今回はねこっちをこれ以上大きくさせない予定なので、はい、思い切ってねこの枝はねこっから切っとくの。これでいいかい。こうやって切っとくの。それで、はい、ここに葉っぱあるのこれ、はい、でここにも葉っぱあるの、はい、これな長くしとくとここに来ちゃうの、はい、やっぱりここで取るのこれ でこれで来年ここに花がつく来年ね、はい、そうやってね低くしていくんです。そしたらおのずとこれなんかわかるでしょ。これも飛び上がってるでしょ、はい、これカット。そしてこの木の流れとしてね、はい、外へ行きたいのに一本だけこっちに中へ入ってきてるんですよ、うん、この枝がここに来るからね、はい、これが伸ばせばここへ来るわけでしょ、はい、そうするとさこれだけ特別長い感じするでしょ、うん、でこれはね元からいらない。これねこっからいらないこっちゃうの。あそしてここもそう。これ黙っとけばこう行く。だけどこの枝で来年咲かしてもらう。そのためにはこれいらない。でね、桜切ったらダメって言うけどね、こういう若いとこだったら何本切っても大丈夫。こういう古いとこを切ると焼けが入ったりするの。はい、で、こんな若いとこは何本切っても大丈夫。ちょっとそれどかしてください。あ、これちょっと避けますか。今ちょっと途中で入ったから、これはこれでまたね、説明するけどね、飛び入りのお客さんが来たからね。こういう感じにしてね、はい、もう一つある。ここもこれこう長いでしょ。これがまだ伸びるからね今年。だから今年と同じ大きさに咲かせるんだったら去年伸びた枝カット。ここも何本も出てるでしょ、はい、これはねこの枝こっち来てるけどね短いからね、これ今ふっと上向くからこれ残しておいて、これを黙っておくと2本もバーッと出ちゃう。それで1本はちょっと退場、こういう感じでね。この辺から出てきたらこれも切っちゃうんだけどね、今のとここのこれここにも芽あるでしょ。これがねこれ元気よくなってきて、これも元気よくなったら来年はこれでここで切っちゃう。パチンと、うん、そしたらこれはコンパクトでいつも同じ大きさで花数がだんだん増えていくね。だいたい大まかな剪定は終わったからね、あとあれだあれして係長は種取りして種取り行ってきます。種取り行っといて、さよなら。はい